ヘッドのアイアンを打ってみたいと思います。プロ、はい、これはどういった、シャープでしょ、シャープ、うん、ヘッドがすごい、ヘッドが小さめでシャープでしょ、うん、いいですね、はい、ドカッとならない、ドカッとならないはずです。なるほど、あとは打てばわかります。じゃあ打ってみましょう。打ってみますね。自分のアイアンより確実にキャリー出てる、うん、うんうん、出てる、止まってるですね、ピタッと、うん、止まったね、ね、いい距離が全体的に全部出る、うん、ありがとうございます、すごいそう、止まるしね、うん、当たりがまあゆいちゃん的に悪かったとしても飛んでるもんね、うんうん、それでもあれだけ距離出てたら、うん、全然いいよ、いいよね、もう自分のだったらもう100ヤードぐらいしか飛んでない。今の感じかな、今の感じでした、スピードが違うんだよな。本当でもね、めっちゃの慣れてるよね、これだってさ、あの感じでさ、ほんと一晩手ぐらい上がりそうな気がする、全部打ちたい方向にまっすぐテイクバックしてみ、まっすぐ、そうそうそう、ちょっと強そうだけど、そうそうそう、ナイス、うん、おこれですね、そうそうそう、フック、バーディーパット、バーディーパット。バーディーパット。来た。ゴー。ああ、惜しい。離れて、お尻後ろにテックが。こんぐらい。お。パー。オッケー。オッケー。ナイス。ありがとうございます。すいません。惜しい、しかもそっちなの、フックだった、いや、スラで読んでたわ、でもスラに見えるね、でもフックだったよね。オッケー、いやー私の目がおかしいのかな、私もそう見えた、いやそれはスライスしたね、これはスライスしたよね、なんなんだろう、ボギー、いいね、やっぱ飛んでる、うん、飛んでる、あそこ狙えばいいよね、ナイス、ゴー、ダー、惜しい、今、うん、もうちょい、今の R、 R、うん、でも R の方がいいね、うん、空気抵抗が大きすぎて、うん、確かに、あとこうやってね、
してる。ダメだな。ここまで引く。うん、右肩後ろにグッて引くイメージ。右肩を後ろに。そうそうそう。あ、いつの間に。打ちっぱなしみたいな。バックスイングで右肩を後ろに引く。そうそうそう、うん、オッケーオッケー、うん、飛んだ。なるほど、ありがとうございます。真似して。あ、これ打つ前の真似をずっとしてた。気づかんかった。これは、私はドローボールが打ちたいんで、ここから上げて、こういう風にクラブを下ろしていきたいから、この。あ、苦手な。5番ユーティリティです。145で6番で打ちます。ありがとう。ありがとうございます。チョイスラ？そうだね。足元がやっぱフック。フックだよね。まっすぐつか。わあ、めっちゃスラだわ。スラ？うん。最初のフックもあんな。あんまない。うん、ないない。ボギー。惜しい。OK。ナイスパー。ナイスパー。やりすぎた。でも分かったね。左縁。まっすぐ打ちましたね。OK。ありがとうございます。どうですか？いい感じです。うん。まあまあ、パターもいい感じです。暑いです。暑いね、今日は。うん、ちょっと曇ってきたね。雨降るから。確かに、むしろなんかちょっと雨降って、おお降ったぐらいがちょうどいいかも。そうだね、4の前だ。